第2回なんですけど、勉強セッカ主催ではあるんですけど、ニコプロジェクトってい こういう一般社団法人で、ちょっと障害がある子どもたちに野球をね、一緒に教えたりとかっていうのに、今回そのね、参加費からちょっとこっちの方にね、ニューというか、回させてもらおうと思うんで、それを通じて皆さんとね、いろんな縁をね、つながってもらって盛り上がったらと思うんで、その辺のまあちょっとね、思いとかをちょっとお願いします。小森さん。おはようございます。ただいまご紹介いただきました、一般社団法人ニコプロジェクト代表理事を、しております小森と申します。特別支援学校であったり、各県の障害者スポーツ協会様と一緒に、障害のある子どもたちに少しでも野球を楽しんでもらいたいという思いで、Tボールを使って体育の授業を行ったり、イベントをたくさん行っております。今後野球だけに限らず、いろんなスポーツで、子どもたちに、たくさんこう光を当ててですね、将来、いい人生が歩めるように、我々としてもしっかりサポートをしていきたいという思いで、いろんな活動をしております。またぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございます。盛り上がっていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。決してバナナマンの日村じゃありません。ありがとうございます。すいません、電光石火グループ役員眠ないです。よろしくお願いします。元ヤクルトスワローズの上田剛君。よろしくお願いします。元広島東洋カープ横山弘樹君と、はい、戸田孝也君です。よろしくお願いします。これ主催なんですけど、バレ下手なんですよ俺ゴルフ。なんかみんなさ100切るかどうかとか80だろうなんだよるけど、俺この間行ったんですけど166でした。なのに俺始球式なんで、主催なんで。よっしゃ、お願いします。お願いします。めっちゃ見よんだろ。おぉ、ブーンってなった。お願いします。お願いします。今日このために名古屋から来てます。名古屋から来ました。これを楽しみに。このメンバーともゴルフできるのも楽しみです。残り150ぐらい。おいおいおい、フェアウェイ真ん中。フェアウェイ、イーグルはやめてくれよ。いきます。やべ、やばい。あ、オービス、オービス、オービス。いやいやいや、見えてる、見えた、見えた、見えた。カタカタカタって降りてきたかも。え、降りてるんですか。ちょっとこっち側のあると思います。降りてきた。立ち上がろうぞ。懸命でさ、最後。オッケー、やった。生きてる、生きてる、生きてる。え、上手。あ、いい、大丈夫。全身、全身。おーい。おい。さすが。おうわお、いや、いい、ナイス。いや、さっきの始球式もちょっとホッとしたんで、俺あんなすごい人らが見とる前で。あれ成功ですか。いや、どうなんすかね。俺にしては良かったです。一般社団法人のね、活動費にこれをね、回してなんか社会貢献になればね、こう盛り上がるかなと思って。なのでゴルフはできんのですけど、主催はするっていう。昨年広島県の福山市の特別支援学校であったり、沖縄県の、障害者スポーツ協会の皆さんと、いろんなところで、イベントをやらせて、いただいているんですが、普段なかなか車椅子から降りようとしない子どもたちがこう一生懸命立とうとして、ボールを打とうとしたり、普段なかなか見れない笑顔が見れてすごく嬉しかったですというような、
言葉をイベントをして、いただいていますので、今年も引き続き、まあ、そういった子どもの笑顔がたくさん見れるような活動を続けていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、ナイス8。お疲れした。お疲れした。いや自己ベストです。だいぶ更新、だいぶ更新ですね。楽しいですね、ゴルフね。今から、結果発表というか表彰を行いますので、お願いします。はい、お願いします。マツダスタジアム阪神戦 S 指定席2枚です。これめっちゃ面白かった。ありがとうございます。これがいいです。この子供にプレゼントね。ありがとうございます。皆さんがゴルフをすると誰かが喜ぶっていうシステムになってるんで、またやりましょう。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。